皆さんこんにちは。大阪工業大学の宮脇です。今回の動画では人間の行動を支援するシステムとロボットを紹介します。センサー情報処理研究室では様々なセンサーから得られる情報を処理するソフトウェアの研究開発を行っています。ロボット開発でははじめにコンピューターを使用し CAD でロボットの設計をします。我々が開発するロボットではアルミフレームと MDF ボードという一種の木材を使用しています。どちらも非常に加工しやすい素材ですのでロボットの研究開発に関する試行錯誤を迅速に行えるようになっています。 MDF ボードにはロボットを制御する基板などを配置することが多いのですが、このように CAD を使ってボードのサイズやネジ止め用の穴を設定します。設計したデータをレーザー加工機に出力することで自動的に指定したサイズ通りの加工が行えます。この映像は早送りしていますので実際の加工時間は5分程度になっています。レーザー加工機は素材のセット等も簡単で思い通りのパーツが手早く製作できるので研究用ロボットの試作には非常に適していると思います。少し飛びますが、次に CAD 上で設計したアルミフレームや MDF ボード、CPU やモニター、タイヤなどの取り付け位置を確認しています。これがロボットの心臓部であるコンピューター部分になります。基板などを覆うカバーや土台は、このように 3D プリンターで製作します。レーザー加工機は平面的なものしか加工できませんが、3D プリンターはやや複雑な形状も製作可能となっています。しかし加工時間がかかるのでレーザー加工機との使い分けが重要です。このサイズのものを出力するのに約7時間かかります。出力が完了したら機器からパーツを取り出しバリア・サポート材を除去して組み合わせを確認します。こちらが 3D プリンターで出力したコンピューターを搭載するパーツです。右側の方にはすでにコンピューターを搭載していますが、USB や HDMI、LAN ポートの穴がパーツと合致していることがわかります。最後に CAD 上で全ての部品を取り付け、ケーブル類の取り回しや配置を確認していきます。問題がなければ実際に設計図に基づいて組み立てていきます。これまでの手順で作成したロボットの動作をお見せします。このロボットでは、全方向移動台車に加えて、アームとそのアームの高さを調節する上下動ステージを搭載しており、当研究室の目標である生活支援ロボットの実現を目指して設計したものです。例えば、ユーザーから音声入力で、ある場所に存在するものを持ってきてほしいといった指示が与えられた場合、ロボットは指定された場所に自律移動することができます。これはロボットがあらかじめ家の地図を記憶した上で、台車部分に設置されたレーザーレンジファインダーという周囲の物体との距離を計測するセンサーにより、自分の周囲の壁の形状などを認識して、常に自分が家の中のどこにいるかが把握できるからです。そして目的の位置についたらアームを使って物体を外します。物体の位置の計測は主に3次元計測用のカメラなどを使います。このようなロボットの行動は簡単な動作の積み重ねによって実現します。例えばこのような状態遷移モデルをプログラムします。この状態遷移モデルを組み替えることで、他にも様々な複雑な行動を実現でき、
人間の生活を支援することが可能となります。当研究室はこれからも様々なタイプのロボットを製作していきます。自らロボットを設計することでソフトウェアだけではなくハードウェアの改善もすることができます。これからも人間の豊かな生活を支援できるように研究開発を進めていきたいと思っています。